パークから田中大輝、田中大輝のスリー決まりました。カークのピックを使ってカークに渡る小原がついているところ、バスケットカウント、決まりました。小坂部、ここは横浜ゾーンディフェンス、須田のスリーまた決まりました。残りは5秒、もうプレーは続けません。ここでタイムアップ、最終的には83対57。